トレフガン男爵は、イギリスの男爵、連合王国貴族、労働党の政治家、ジョージ・モーガン・ガーロ・ジョーンズが1947年に、ジョイされたことに始まる。初代男爵、ジョージ・ガーロ・ジョーンズ、ジョージ・モーガン・ガーロ・ジョーンズは、放送会出身にして、デイリーディスパッチ氏編集者を務めた人物で、後に政界に転じて、庶民議員として活動した。 彼は1947年1月21日に、連合王国貴族爵位、ペンブルックシュークレーのトレフガン男爵に乗された。彼は、平型夏院証書により、トレフガン姓を負傷した。彼が1960年に亡くなると、その息子デイビッドが爵位を継承した。二代男爵デイビッドは保守党の政治家で、サッチャー内閣下の貿易担当省や、国防運用省を歴任した。 彼は1999年貴族院法、制定以降も貴族院に席を置く、世襲貴族の一人で、貴族制度全廃を目指すグロコット教の法案審議に、際して疑似妨害を勧行、廃案に追い込んだ。その彼が2020年現在のトルフガン乱灼加減、当主である。灼位に係かかるモットーは、理性と助言によって、一族の邸宅は、サリー州。 ホーセル近郊のオールドバーン。法廷推定相続人は、現当主の息子であるジョージ・ガーロトレフガン閣下。法廷推定相続人の法廷推定相続人は、その息子、ウィリアム・デイビッド・ガーロトレフガン。ありがとうございます。